えー、こんにちは、藤井玄樹です、えー。ついに出ました。トランプの真実。私が監修した本です。えー、アメリカで出たトランプ大統領公認のトランプ本です。で、えー、まずですね、今日お話したいことの一つは、アメリカ、当たり前のことです。アメリカで起きていることは日本に非常に大きな影響を与えるということなんですね。 アメリカの政治経済で起きていること、社会で起きていることは、日本の政治経済、そして社会にも重大な影響を与えるということ、特に誰が大統領になるかというようなことはですね、日本に非常に重大な影響を与えます。で、これがですね、えー、本当にアメリカの政治がもうバイパーティザンといいますか、共、え、和、ー、といっても民主といってもそれほど大きく変わらないんだよと、まあそういうようなですね、ことであればいいんですけども、今、違います。 ましてアメリカは今、チャイナとですね、第4次世界大戦を戦っていると言っても過言ではないでしょう。私は第3次大戦は米ソ間で戦われてアメリカ陣営が勝ったと。それ以降は第4次世界大戦、非対称戦の時代に入ったということを言っています。この第4次世界大戦のまあ第1ラウンドがですね、アメリカと IS の戦いでアメリカはこれに勝ったんですが、第2ラウンドが アメリカ対ですね、中国共産党の戦いで、これが今戦われている第四次世界大戦なんですね。えですから、そういう文脈でですね、新中の、新中派の新中国共産党の、まあ、はっきり言えば中国共産党によって買収された男がアメリカ大統領になるのか、中国共産党と戦い、アメリカの自由と民主政治、世界の自由と民主政治を守ろうとしている男が大統領になるかで、ガラッと世界史のコースは変わってきます。 我々に重大な影響があります。日本にものすごく影響があります。えー、とにかく、見,見流しっていうことです。アメリカの政治、経済、日本にものすごい影響大きな影響を与える。考えてみ、もう見てください。日本は、日本の国内には米軍基地があるんです。アメリカの国内には日本軍の基地はありません。日本の国内には米軍以外の外国の基地も、軍事基地もありません。 ある意味で、日本は自立できないまま第二次世界大戦後も米軍の保護下にあると、米軍の占領政策が延長しているとも言えるわけですよね。非常に大きな影響力がある。今、日本に対して非常に大きな影響力がある国は2つあって、それは中華人民共和国とアメリカ合衆国でしょう。 アメリカの方は第二次大戦の勝者として影響力がどど,じょど,どに、徐々にですね、こう減っていく、残減していく形なんですけど、歴然として日本国内に外国人、外国の軍事基地を構えているのは、あの、アメリカだけです。そして一方、中華人民共和国はこれはもう政治家をどん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 買収する形でですね、特に、まあ、野党はほとんどもう中華人民共和国の影響下ですね、与党、 大事な自民党の中にもです、ね、もう親中派の議員がすごい増えている、えー、アメリカバイデン政権もです、ね、あんまりチャイナから移民を受け入れると国内うるさいからおそらくです、ね、日本にチャイナからの移民をもっと受け入れろという圧力をかけてくると思います。まあそれだけじゃない おそらくバイデン政権になるとですね、日本は30万人南京大逆説を認めろとかですね、それから慰安婦問題で韓国に謝罪しろとかですね、それからチャイナにも謝罪しろとかですね、そういったことをどんどん言ってくるのは目に見えてるわけですよね。とにかく日本に対して一番影響力のある外国、これがアメリカであり、続いてチャイナなわけですよ。 だからそのチャイナに対抗して戦っている国のアメリカがですね、今度ギブアップしちゃって、チャイナによって買収された男がアメリカの大統領になったら、日本は、このアメリカの影響力だったものが実はチャイナの影響力に変わっちゃうわけですから、一方的にですね、今度中華人民共和国の植民地的、属国的な立場に落とされていくわけですね。こんなのは説明しなくても僕はもうわかることだと思うんです。アメリカで何が起きているか、ものすごく日本に直、 影響してきますだからトランプさんが負けたんじゃないかというだけでですね菅内閣は RCEP に署名をするということになってきてこのどさくさにですね日本はもう戦争に負けたかのようなチャイナとの戦争に負けたかのような敗北外交をやっていると。 いうことです。そして、これはもう11月からですね、人の交流を、外国から日本に入ってくるのを緩めちゃうということで、これがもう早速悪い影響出てるじゃないですか。で、コロナの感染者の数も、重症患者の数も増えていると。もうこれもですね、このトランプが負けたんだ、チャイナとですね、の言うことを聞かなきゃいけないんだと。そしてまた元のようなですね、手放しのグローバリズムでですね、 え、名ばかりの自由貿易といいますか、略奪貿易を我々も認めなきゃいけないんだというような立場になっちゃったから外国人また受け入れましょうってなってるわけで、アメリカでちょっとまだ大統領選挙の結果も出てないのに日本にものすごい重大な影響がもう出てしまっているわけです。これがアメリカで何が起きようか関係ないですよね。外国のことだから冷静に見てみましょうという人は、私は現実認識が全然できてないんじゃないかというふうに思います。